い、古川由良って言います。日本の神様、恵比寿さん。完全違うんですけど、簡単な適当な時間帯が一番高使い。はい、お久しぶりです、ね、お久しぶりですお会いできて嬉しいで す, です、ね、いはい、かけていきます。はい、じゃあシートベルトをつけいたします。はい、今日はこっちですか。今日はこっちです。あ、そうですか。明日からは、はい、走ります。走ります。あ、そうですか。1,2,3,4,5、はい、ワンチャン。おお、すごい。はい、お願いします。みーさんいるだけで元気になります。そうですね。はい、では見せてください。はい、OK です。じゃあ持ち上げます。はい、よいしょ。はい、バックアライ下がります。アライアライ、はい、クロスプレー。はい、あ、元気になりました。元気になりましたね。いや、すごいな、人の。すごい、サンサラさんお土産最高。初めて見ました、これ。あ、サンサラのお土産最高日。だけでも大変なんで、お土産だけでもって感じ。そうですよね。できまーす。はい、来ました。始まりました。始まりました。この初めての浅草の年末はどうですか。うわ、いや、なんか年末って気分じゃないですか、あんまり。ああ、なんでだろう、雪が降ってないからですね。ああ、そっか、北海道はそうですよね、雪がもう。今までは、うん、京都、うん、ばるちゃん家の方に行っちゃってたんで。ああ、そうですか。はい、なんか京都はもう本当に観光客が多いんですよ。あ、年末年始も出ちゃうと。はい、あ、そうなんですね。なんで、うん、なんとなくお正月気分あるんですけど。あ、はい、なんかやっぱ京都と違いますね、浅草は。あ、違いますか。何が違うんだろうそうなんだ。でも楽しいですね。楽しいですか。あ、こんなに大人数で。あ、そうですね。そうそう、初めてです。社夫さんの出勤してる数が普段と全然違いますね。はい、めちゃめちゃ人いるから。朝の挨拶があるんですけど。はい、それももうね迫力がすごい。おー、もうぎゅうぎゅうでしょ。そうです。人で事務所が。はい、そっか。皆さんだいぶ髪が伸びてきましたね。そうなんですよ、切れないんですよタイに行くまでに切りに行くんですか。切れないですか。もう予約がいっぱいになってる。あー、ね、そうですよね。もう 2,3 ヶ月前じゃないとダメだったんだなってことを最近知りました。そっか、成人式とかあるからまたみんな髪を切る時期ですよね。はい、今。うん、伸ばしたいんで。あ、そうですか。え、じゃあタイから帰ってきたらすごい伸びてる感じですか。ここら辺ですかね。あ、そうですか。まだまだ縛れるかなぐらいですね。はい、あ、そうですか。来年成人、再来年に成人式。はい、よいしょ。なんで、はい、伸ばします。ここで。おお。して成人式終わったらまた切ります。あ、時に神社の方行きますね。はい、お願いします。はい、本日ドライバーの、はい、古川由良って言います。はい、由良さんですね。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ本日ね、はい、七福神巡り、はい、3時間コース、はい、行きましょう。やっていきましょう。はい、今12時2分です。はい、なんで12、1、2、3時、はい、2分過ぎですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。もう長旅でございます。長旅ですね。超楽しみにしてます。おお本当に今までのが七福神ってなると、はい、今までのはい、全然違う。お、そうですか。方向性になるんで。へえ。本当に面白いです。お、楽しみですね。わかりますね。はい。あ、これワコの。ね、明日多分お祭りみたいになるんで。はい、ここですね。はい、ここが。あ、そう、やばいんか。そう、いっぱい。ではでは。はい。すごい、本当だ。ああ、本当だ。
へえ。もっとそうですよね。ではでは。はい。まずね、ちょっと記事隠れてるんですけど、はい、奥の方に見えるのが浅草寺です。浅草寺ね。浅草寺の七福神、はい、わかりますか？あ、わかんないです。お、大黒天っていう。大黒天ね。大黒天っていう、はい、七福神の中の一人の神様です。うんうん、インド出身ですね。ああ、そうですか。で、今の、はい、なんだろう、形なんとなくわかります？あ、はい。なんとなく和風なんですけど、はい、実はその形ってもともと違ったんですよ。あ、そうなんですか。なんですけど、はい、日本の、はい、なんだろう、信仰に、はい、民間の頭の中、民間の方の頭の中を浸透させるために、はい、形を変えて、はい、今の形に変わっちゃったんですよ。そうなんですね。もともとは違います、はい、インドの大黒天は違う形をしていた、はい、インドのヒンドゥー教の神様が形を変えて今の形になりました、はいはいはい、ああ、そうなんですね。そっかそっか。はい、浅草神社です。神社ね。ちょっと奥の方に行きましょうか。はい、ここから見えますか？あ、見えます。ありがとうございます。浅草神社の神様。はい。教えてください。教えてください。神様、実は、はい、七福神の中で、はい、唯一の日本の神様、恵比寿さんです。あ、恵比寿さんがいるんですね。恵比寿さんがいます。はい、恵比寿さんの形というか、どんな姿をしてるか分かりますか？恵比寿さんはちょっとこう、ふくよかな感じの。そうです。ふくよかで、はい、金槌。はいはい、持ってますね。持ってますね。はい、ちなみに、金槌持ってるってことで、はい、バンさんとか、ね、はいはい、ですね。あれですよね、小槌ってやつですよね。そうです、そうです。小槌ですね。小槌、はい、振ると、はい、その、富が得られるみたいなものですよね。おお、スカイツリーが綺麗ですね。綺麗ですね。うん、この間はい、ヘルツジャパンさんの、はい、動画を見て乗りに来てくださった韓国人の方がいて。へえ、そうなんですね。はい、楽しかったです。楽しかったですか？韓国人ってなかなか私、はい、ご案内しないんですよ。ああ、そうですか。え、その方のご案内は、はい、何語でやったんですか？あ、英語と、はい、最初だけ韓国語。あ、韓国語できるんですか？あ、できないです。自己紹介と、はい、すごい簡単な単語、はい、ぐらいですか、ね、あ、そうなんですね。あ、でもそれは韓国語でできるんですね。はい。あ、すごい。そうなんだ。ちょっとだけ見ましょう。お、これが大根祭りが1月7日から、はい、始まります、はい、始まります。大根祭りね、何なんだろう、大根祭りって。もういろんなとこ大根が あるのかな。はい。おお、ちょっとやっぱ、はい、年末年始は雰囲気が違いますね。違いますね。うん、ちょっと持って待ってます。ありがとうございます。中でお守りも買えるんで。あ、そうですか。ぜひ記念に。はい、ありがとうございます。お、すごいですね。こんな感じで。あ、結構でかいですね。でかいですね。御朱印帳と御朱印をご覧いただきました。素晴らしい。今日はこれを持って、はいはい、巡っちゃいましょう。巡っちゃいましょう。はい、よいしょ、ありがとうございます。あ、通力さんがいっぱい来てますね。来てますね。うん、あそこに止め。おー、コミコミですね。はい、今ちょっと準備する。はい、お願いします。4つ目の、はい、あ、ちょっと待ってください。ここの七福神の説明はしてないじゃないですか。あ、そうだ。ここの、はい、松千山商店にいるのは、はい、毘沙門天っていう、毘沙門天、はいはい、兜をかぶった、うん、ちょっとしかめっ面な、はい、こわもてな神様です、はい、うん、兜をかぶって長く口調なんですけど、はい、
はい、こうあの服を呼んでくれるっていうか、おお、悪いものを、じゃあそうです、はい、ボディーガードのような、ああそうか、優しい感じで、あそうなんですね、ボディーガードね、もう私の大好きな感じね、あ、そうですか。こわもてで優しい。あ、こわもてで優しい神様なんですね。神様です。こう武装をしてる神様なんです。あ、そうなんだ。結構わかりやすい。はいはい。来ました。あ、今ども。おお、いい感じですね。はい。じゃあ一つだけ。はい。していきましょうか。していきましょう。よいしょ。綺麗です。お。そう。今あの花の巻く花のがあるんですか。なんですか。花の輪。花の輪。そうです、はい。八の字にこう当たっていくことで厄除けだっけな、はい、がさあのできる、あそうなんですね、通る場所になってます。あ、そこを通ると厄除けになるんですね。そうだった気がしますね。はい、今の神社のなんだっけ、御神か、御神です、はい、御神です。ここはあの書き置きのタイプって言って、はい、こういう最初から、はい、書かれたやつを置く感じですね。はい、もう正月人でも行列になっちゃうので、それ対策でございます。なるほど、はい、はい、だそうです。じゃあ今の神社の御神ゲットということで、はい、はい、行きましょう。はい、はい、ここの七福には福六寿っていう、はい、福六寿、はい、福六寿、あの福幸福の福に六、はい、数字の六、貫禄の禄か、はいはいはい、ですね、に、寿、はい、ことぶき、ではゆっくり登っていきましょうか、はい、よいしょ。ちなみに見た目はおじいさんです。あ、そうなんですね。で、福禄って言っても、うん、本当言葉の並びそのままなんですけど、はい、福は幸福の福、はい、で、禄が、身分とか、あ、そういう意味の禄です。あ、そうなんだ。寿が、うん、まあ、長生きですね。長命、延命、はい、ですね。あ、長生きってことですね。長生きできますっていう、うんうん、もうその言葉というか神様の名前通りの、あ、そうなんだ、場所になってます。あ、ありがとうございます。ちなみに正月はどんな感じで過ごすんですか。はい、お正月は御社の人力車に乗って、はい、御社の人力車の動画の編集をします。もうなんか、はい、会社の一員みたいな。あ、ここすごいですね。それ、これが花輪っていう。あ、これが花輪なんだ。そうです。左側から、うん、左足から入って、はい、左回って、はい、でまた左足から入って、あー、そうですね、まっすぐそのまま。おー、なるほど。お、これはお焚き上げするんですかね。うん、うん、お守りはちゃんとお焚き上げしないと。あ、そうなんですね。お焚き上げっていうのは、はい、あれですよね、その最後神社とかで、はい、返して燃やすんですよね、はい、うん。荒川だ。荒川ですね。うん。見ましたね。あ、鳥居が見えましたね。見えました。はい。へえ。車とかだと天ぷらとかやってますね。あ、そうなんですか。カフェというか食事所っぽいところあるんですよ。おお。
わあ、なんか東京じゃないとこみたい。めっちゃいいですよね。いいですね。夜綺麗なんですか。へえ。あ、お団子食べれる。お、いいなお団子。ここに一度、はい。止めますね。はい。ありがとうございます。ここあの年末、年始の方、はい、年末ですね。はい、年始になると、うん、本当に人力車たくさん来て。あ、そうなんですか。ここ3、4台とか。だったりすることもあります。こんなところまで、はい、ありがとうございます。よいしょ、今準備します、ね。はい、ありがとうございます。おお、あ、本当だ。ちなみにこれ、お水を使って、はい、お抹茶を作ったりしてる。ああ、そうなんだ。へえ、すごいな、お茶屋さんですね。昔ながらの。お茶屋さん。ちなみに夜までやってるらしいです。あ、そうなんだ。はい。11時半、もう11時半だね。うん。年末年始休業らしいです。ああ、そっか。しっかり休むって感じですね。残念。9時までやってるんで結構あの、はい、なんか終わった後シャフさんたちに帰ってここまで、はい、で食べたりすることもできちゃいます。ああ、いいですね。もうカンニングシートが見えてるんですけど。はい。呪霊人ですね。あ、呪霊人。この呪が、はい、漢字違うんですけど、簡単な書きだと、はい、ことぶきの漢字を使ったりもすることがあるらしい。じゃあ、やっぱここも長生きみたいな感じなんですか。そうですね。ここは完全にあのおじいちゃんのところなんですけど、はい、はい、あの長寿のシンボルの鹿、はい、を連れてた気がしますね。鹿、はい、へえ。後ろ側にこう鹿がついていることがあるらしいです。あ、そうなんですね。はい、お辞儀をして、はい、しょ、お、左足からちょっと入りましょう。はい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 。おお、ここもお焚き上げが、あ、そうなんですね。ここもお焚き上げやってるんだ。すごい、なんか、はい、めちゃめちゃ水の勢いがあります。あ、そうなんですか、はい、あ、なんか龍がいます。龍がいる。ちょっと近く来てへぇー、はい、おお、今、え、どうやったんですか。魔法です。魔法で、はい、すごいな、魔法使えるんですね。じゃあ使えちゃうんです最近。すごいな。はい。じゃじゃん。福禄寿です。福禄寿って書いてあるんですね。ちなみに、はい、福禄寿は、はい、七福神の中で唯一存在してたと言われている、はい、神様です。ああ、そうですね。ああ、しおりが出てきた。よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに全然違うんです。七福神とは違うんですけど、はい、ここの、あの神社の神様。はいは、はい、アマテラスの大神っていう女性の神様なんですけど、はいはい、あの伊勢神宮と同じ神様です。はい、ああ、そうなんですね。そうなんですよ。で、上映せますかね、神社の上の方って。ちょっと遠目から映しましょうか。遠目から行きましょうか。はい、あ、じゃあ先にちょっとこっちだけ。はい、ここあの富士山の灰を集めて作った。ああ、そうなんですね。へ、あの昔やっぱ富士山に行くのが、はい、あの難しいじゃないですか、はいはい、今みたいな車で5合目まで行けるとかじゃないんで。確かに確かに。でその人たちのためにこう、はい、灰を集めてここに作って富士山に行くのと同じご利益が、はい、あ、
そうなんですね、ありますよっていう場所です、ここは。あ、浅間神社の富士山みたいな感じですね。そうですね、なんか、はい、みんな来れるように。あ、なるほどね。灰が集まってます。なんで、あの、はい、富士山の神様というか、はい、富士山にいる人と同じご利益が、はい、あ、そうですか、あるんです。へえ。富士山に登れない人がそこに来るといい。そうです、ここでお参りして。あ、あの富士山自体も確か神様ですね、はい、あ、そうなんだ。そうなんですよ。へえ。ちなみに、はい、これ建物なんですけど、はい、上の方が平らになってるのがこの建物。上が平ら、ここピッとあるという、はいはい、ところがこう。あ、本当だ、平らになってます。あれ実は、はい、あれ女性の神様を表してるんですよ。あ、そうなんですね。ですちょっと持ってもらえます。はい、台みたいになってるな。なんか上がね、ピッピッって出てるのがチリなんですけど、チリ、はい、あのチリがこう平らになってるのが女性の神様です、はい、あー、ママテラスの海神ってなんか想像できます、はいはい、太陽の神様なんですけど、はい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 、女性の神様で、はいはい、なんかもうある時、はい、こう、はい、なんだろう、もうこの世界嫌だってことで、はい、あの岩っていうか洞窟の中に隠れて完全に閉じこもってしまうんですよ、はいはい、で、あの閉じこもって、はい、出てこなくなったら太陽の光がなくなるじゃないですか、はい、まあ、どうしようってことで何とか出てきてもらおうってことで、はい、その隠れてる岩の前でめっちゃどんちゃん騒ぎして、はい、もうなんか超楽しいよみたいな感じになったらちょっとね、はい、気になったんですよ、はいはい、アマテラスの海神の、はい、で覗いた時に、はい、こう太陽なんで、はい、こうピカッと光が差すじゃないですか、はいはい、で表、はい、あのその中、はい、中の外側、表側が白く光ったってことで、はい、お面白いという言葉が生まれました。あ、ね、あ、そういうことか。表が白くなった、はい、で表、あのそのなんですね、外側がすごい楽しいことをしてたってことで、はい、面白いって言葉が生まれました。そうなんですね。おお、そうなんだ。ちなみにそのアマテラスの海神は、はい、そう、それでやっと出てきたっていう、はい、あ、そうなんですね、話があるらしいです。へえ、すごい雰囲気のいい神社でしたね、はい、めっちゃ好きです。うん、お、日が差してきましたね。これはあれですね、アマテラスの大神が顔を覗かせたんですね。ですかね。うん、よいしょ、着きました。あ、もう着いたんですか。です。あ、本当だ、七福神って書いてある。めちゃめちゃ近いですね。あ、取れちゃいます。よいしょ。はい、橋場不動尊に着きました。宮殿でじゃん。お、不定尊です。不定尊ね、ありがとうございます。よいしょ、かっこいいですね。かっこいい、はい、ありがとうございます。ちなみに不定尊、はい、これかな、これかな、確かこの人なんですけど。あ、そうなんですね。はい、この通り、はい、袋を持ってます。あ、袋っていう感じでしたもんね、不定尊。そうです、そうです。で、うん、袋の中に、はい、なんだろう、こう幸せなものとかが含まれてるっていう説と、はい、もう一つ昨日あの手んネットで見たのが、はい、犯人袋の尾が切れる。お、ありますね、日本の、はい、言葉がありますね。はい、そう、もう我慢の限界っていう言葉があるんですけど、うん、それもそのあの袋がこう、はい、切れる、いっぱいいっぱいになるっていう意味がその袋にあるらしいです、はい、あ、私的にはマイナスの意味なのか、はい、プラスの意味なのかはちょっと一瞬分かんないんですけど。なるほどね、2つの説があります。ちなみにここの不定尊は、はい、袋じゃなくお腹がすごく大きいんですよ、はい、あ、そうなんだ。お腹に、はい、をたくさん貯めてますっていう意味です。あ、そういうことか。ありがとうございます。
ではでは。はい。ちなみにここのお寺なんですけど、はい。お参りすると宝くじが。へえ。お、いいですね。なんで帰りにね、はい、ちょっと買っていきましょう。買っていきましょう。はい。年末ジャンボ、ギリ間に合いますか？年末ジャンボはね、もう間に合わないです。ああ、おしまいです。日本で有名な宝くじですね。だから、世界では、そうか、世界はまあ年末ですよ、奪わないですか。うん、なんか、まあ、年末ジャンボは日本ですごいみんなが買う宝くじの一つです。はい。ちなみにもう一つ、さっきの建物は、はい、建てられてから一度も壊れてません。おー、そうなんですね。何年か気になりますね。確かに。何年でしょう。何年でしょう。何年でしょう。何年に建てられたんですか。何年でしょう。あ、古い建物なんですね。古い建物。はい。もちろんその間に、はい、戦争とかもあるので。そうですよね。すごいですね。ここで一度行こうとします、はい。ありがとうございます。はい、じゃあ吉原神社に来ました。はい。の方はい、あの提灯が全部で。ああ、本当だ。7個ですね。7個あるんですね、提灯。あの昔は実はこう7個、はい、バラバラにこう神社がたくさんあったんですけど、はい、あの火災で燃えてなくなってしまって、はい、その7個バラバラだったのを全部ここにギュッと詰めて、はい、今のこの吉原神社になります。ありがとうございます。ご支援を。じゃあご支援待ってきますね。はい、はい、ここの弁財天いただきました。かっこいいですね。かっこいいです、うん、ありがとうございます。はい、じゃあ閉めますね。はい、吉原神社こんな感じで、こんな感じです、はい、なります。はい、おお。ラストの場所ですね。はい。全員いますね。はい。大鳥神社やってきました。はい、ちなみにこのタイから連想して、はい、大量ってことで、あのザルさんとのタイね。意味があります。はいはい。タイです。はいはいはい。よいしょ。お、ハノワがありますね。くぐりましょうか。くぐりましょう。うん。今田神社にもあったんですけど、はい、ここで実は左足からこうやってくぐって、はい、こう左側にこう丸くいって八の字、また左足でこう右行って、おお、ちょっと最後の。ちょっとやってみてもらってもいいですか。私ですか、はい、いいですか。はい、ありがとうございます。左側から、はい、はい、はい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 、そういうことか。左足から動いて、うん、おお。でそのまままっすぐ、はい、あの参拝に。あ、全部左足からです。左足からなんですね。こう大体なんだろう、人って右側が利き手、はいはい、利き足じゃないですか、うん、こうやって言って、あの左足から出ることでもう心を落ち着かせる。ああ、そうですね。っていう意味が。なるほどね、ありがとうございます。ちなみに正面にある、はい、なでおかめっていうおかめのでかい顔があるんですけど、ちょっと近づきましょうか。うん、おかめの顔がありますね。はい、撫でれば賢くなる。あー、そうなんだ。撫でれば、はい、先天の命。撫でる場所によってご利益があるんですね。すごいですね、はい、じゃあとりあえずおでこを撫でようかな。ここは神社の2階に行きましょう。はい、よし、じゃあちょっと
おでこ、はい。あ、ゆらさんも。私は災いを防ぎたいんで、はい、口失礼します。あ、口を触ると災いが。そうですね、丸く収まるらしいです。あ、時計前のこっちですね。こうですね。なるほど、いろいろありますね。はい、ありがとうございました。はい、じゃじゃん。あ、ちゃんと炭の匂いがしますね。かっこいい。かっこよくないですか。おお、これ鹿ですね。はい、鹿、あれ、ここ福禄寺なので、はい、じゃ間違えた、寿老人かな。あ、違う、寿老人ですね。寿老人なんで、鹿がございます。あ、そうなんですね。これ鹿って感じで、あ、違うか、寿老人ですね。そう、寿老人ですね。 あ、 ありがとうございます。鹿かっこいい。ちなみに、はい、これで文字書くじゃないですか、はい、文字書いてほしい人とかがいるらしくて、その集めてる人そうなんだによっては、で、その人にお願いしますってご指名があるらしいです。あ、あの書き手を指定できる。そうです。あ、そうなんですね。おお、そのなんだろう、すごい人のご指名を集めるのも結構あるらしいです、はい、へえ、有名な人がいるんですね。じゃあ、あの書き手も。そうですね。そうなんだ、不思議ですよね。はい、じゃあ、はい、戻る感じですかね。そうですね、はい、ラストゆっくり戻っていきましょう。はい、今日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。いろんなところ巡れて、はい、ゴールに近づいてまいりました。うん、なんかこの御朱印帳を買ったので、はい、これ松千山商店で買った御朱印帳なんですけど、これを買ったので今後もなんかいろんな場所で集めちゃいましょう。はい、これぐらいの時間帯が一番こうスカイツリーと朝日が本当ですね。うん、今日は何食べるんですか。いや、迷い中です。あともう日本で食事できる機会少ないじゃないですか。そうですね、基本的なのお寿司行きます。あ、お寿司行くんですね。はい、マグロ愛してるので。あああれですか、あの、回ってないお寿司行くんですか。いや、私、はい、回転寿司で十分すぎるほど。あ、そうっすか。好きです。もうなんか、はい、あんまりこだわってないです、はい、マグロは。そうなんです、ね、サーモンはこだわります。あ、そうなんですか。なるほどね。サーモン、すごいいいサーモン食べてしまって。あ、そうですか。もうそれ以降は、あ、お寿司、回転寿司でサーモン頼まなくなります、はい、あ、そうなんですね。いや、めっちゃ人いるな。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、もう一回。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。いらっしゃい。いらっしゃい。よいしょ。そしたら、ゆっくり降りましょう。ありがとうございます。よいしょ。はい、OK です。では行きましょう。はい、ありがとうございます。それもそれでいい。それで行こう。それでいい。ありがとうございます。失礼します。噛みつかない、噛みつかない。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここで切ろうと思いますので、はい、はい、ありがとうございました。またお願いします。はい、失礼します。